98万円。100万切っちゃいました。こんにちは、大輔です。今月もね、資産を発表していきたいと思うんですけど、その前にちょっと雑談を。今日ちょっと暑くて、久々にクーラーつけちゃってますね。すぐそこにクーラーがあるんで、クーラーの音がうるさかったらすみません。はい。そんな感じですね。まだ半袖です。やっぱり晴れの国、岡山ということでね、まだポカポカしてますよ。もうすぐ11月だというのに。これ10月中ずっと半袖でいけますね。はい。まあ、お昼の仕事も、夜の仕事も、半袖の人っていうのはね、私の他にはね、ほとんどいないですけどね。全くいないわけではないんで、その人に負けないよう、まだまだ半袖で頑張っていきたいと思います。ということで早速、もう資産合計はね、冒頭に出したんですけど、それの詳細を、はい、発表していきたいと思います。まずは銀行口座の残高から発表していきましょう。メインバンク、新生銀行、9万459円。先月がね、10万円超えてたんで、また10万切っちゃいましたね。ただその前は1万円とか2万円がずっと続いてたんで、はい。これはありがたいことですね。なぜそれがいきなり10万円に増えたのか。これはね、先月の動画を見ていただければわかるんですけど、まあ貯金をしてたんですね。それを崩しました。500円玉貯金。はい。で、ゆうちょ銀行。これは主にお昼の仕事の給料が振り込まれる口座です。なので、この額イコールお昼の給料と思っていただいて大丈夫です。87,600円。はい。これまだね、県民共済2,000円が引かれてない状態なんで、これまさにお昼の給料の額となりますね。はい。中国銀行。これは主に家賃とか光熱費が引き落とされる口座なんで、まあ、基本的に自分が ATM で下ろすことはない口座ですね。77,885円。はい。家賃は4万円台後半なんで、まあ、ほぼ5万円が取られると考えたら、まあ、27,000円。まあ、余裕でしょ。ガス代、電気代。はい。楽天銀行。これ、主に、ギャンブルで使う口座ですね。あとは、積立NISA。毎月33,333円。これが引き落とされる口座となります。3,575円。やばいですね。もうギャンブルに使えないですね。トマト銀行。これは YouTube。まさにこの動画。YouTube の収益が払われる口座となります。もうそれのみが支払われるんで、ここに入るお金はすべて Google からの給料って言ったらおかしいですけど、はい、Google から支払われる口座ですね。24,495円ということで。はい。これ一時期ね、8万円超えそうだったんですけどね。下ろしちゃいまして。はい。もしそれ下ろしなかったら、ちょうど今10万円ぐらいいってんじゃないですか。つまり、YouTube で10万円、私は、もうすぐで稼いだってことになるんですかね。10万円はでかいですよね。うん。それを毎月稼げるようになりたいわけですけど、まあ、いつか絶対稼げるようになりますよ。はい。ということで、銀行口座の合計、284,014円。はい。なので、この中国銀行は家賃とか引き落とされるんで、その使えないお金ですけど、まあそれがまあだいたい7万円ぐらいなんで、うん。ちょっとやばい、困ったなっていう時に引き落とせるお金は20万円ぐらいあるんですかね。あ、でも楽天銀行も下ろしちゃダメですね。3万円は積立NISAに使うんで。となると、自由に使える、すぐ使えるお金は15万円ぐらいですか。やっぱ不安ですね。もうちょい増やしたいですね。うん。こういう
ことをですね、毎月同じようなことを語ってるように聞こえるかもしれないですけど、この資産公開の動画、まあ、過去を遡って見ていただければわかるんですけど、私の普段の動画のだいたい10倍ぐらい再生数回るんですね。なので、新規で来てくださる方が結構いると思うんでね。この動画で初めましての人もいると思うんで。はい。なので、毎月同じこと話してんじゃねえかって思う人いるかもしれないですけど、それはあなたが毎月見てくださってるからですね。ここが初めましての人もいるんで、そこはちょっとご了承ください。そして、ここが初めましての人、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもできれば。あと、さらにできれば、コメントもね、書いていただければ。はい。嬉しいです。で、次はですね、これやってなかったですね。これいつも冒頭でやってるんですよね。500円玉貯金は、なくなったんで、はい、100円玉貯金発表します。今これ100円入れることで、はい、100円玉貯金。13,100円。結構貯まりましたね。全部100円ですからね、これ。札束入れてないですから、1枚も。さあ、問題の、毎月問題のって言ってますけど、来ましたね。PayPay証券。アメリカの株をね、私50万円分買ってまして、一つの銘柄に50万円投資してるんですよ。だからその銘柄がドンと下がると、もうその分ドンと下がるわけです。そして今回、過去最大級、下がりましたね。50万円投資したんですよ。それはどうなったか。332,296円。マイナス17万円近いですよ。これはやばい。これはやばい。あとでスプレッドシート見せますけど、2ヶ月前は53万あったんですよ、これ。50万投資したのが53万になって浮かれてたんですけど、そっから約20万円下がりましたね。だから株ってね、怖いんですけど、まあ面白いですね。その逆もあるんでね。これもまあ、ほぼ毎月言ってるんですけど、この株は、2倍になるか、ゼロになるかまで持ち続けます。はい。いわゆるガチホールド、ガチホってやつです。まあ、素人がよくやる手ですよ。儲かるまで持ち続ける。で、儲かる人もいれば、もう倒産しちゃって、紙くずになっちゃった。っていうパターンもあるわけですよ。そのどっちかをお見せすることができます。お見せすることができない可能性もあるんですけどね。ずっと横ばいで、上がったり下がったりで、ずーっとこのまま30年、40年続く可能性もま、あるんですけど、どっかのタイミングで2倍になると思うんですよね。まあそういう希望的観測でやっております。で、お次は安定の積み立てNISA。336,582円ということで。はい。これはまあね、毎月3万円ずつ積み立ててるんで、とんでもないことが起こらない限りは、ドーンと下がったりしないんですけどね。最近ちょっと米国株が、下がっちゃってて。はい。で、また、ポンと上がり始めてるんですかね。まあ、アメリカはね、やっぱり世界一の大国なんで、そんなやばいことは起こんないんじゃないかって思ってるんですけどね。とか、うん、本当に、積み立てNISAとか、もういろんな株が本当にバーンってゼロになるときは、多分世界が終わってるようなときじゃないですか。あんまりね、悲観的には考えないようにしてます。で、財布の中身。11,074円。うん。あんまり浮かれてね、高いもん買わないようにしますよ。で、PayPay の残高。6,561円。結構空いてますね。はい。で、このような資産をすべて合計した額。銀行とか、100円玉貯金とか、PayPay残高もすべて含め、足した額が、983,627円。ということでね。98万円。100万切っちゃいました。今なんか白々しい感じで言ったと思うんですけど、今のオープニング用ですね。オープニング前の。はい。そこでもう額いっちゃうんで、私は。引っ張るのがあまり好きではないので。と言いつつ、引っ張る動画は引っ張りますけどね。これ数字的なもんは最初見せたいんですよね。はい。じゃあ、スプレッドシートちょっと見ていきましょうか。
もうね、去年の6月からデータ取ってますんで、完全に私の顔が隠れてしまってると思うんですが、まあ、去年の分はね、ざっと見てもらって、今年の分だけにしましょうか。はい。今月は98万円ということで100万切っちゃいましたね。3ヶ月連続100万突破してたんですけど、また切っちゃったということで。まあ、なんで切ったのかの原因は、それはもう一番はもう、米国株ですよ。ヒューエルセルエナジーっていうね、水素系のエネルギーの会社を、の株を買ってるんですけど、これは結構下がっちゃいまして、先月より11万円ぐらい下がってますからね。もうそれがそのままでも100万超えてますから、今本当に100万の節目なんで、100万超えるか超えないかはこの米国株次第になっちゃってますね。で、私はお昼と夜の仕事を2つやってまして、ダブルワークなんですけど、どちらともアルバイトなんで、すごく頑張ったところで給料は変わらないんですよ。まあ、特に残業とかあるお仕事でもないんでね。これはね、またね、一応ね、私の働き方を見直したいと思うんですけど、私もともとニートやったりしてたんで、基本長く働きたくないタイプの人なんですよ。なのに今ね、1日11時間ぐらい働いてますよ。我ながら働きすぎだろうと思うんですよね。しかも、この YouTube でお金を稼ぐってことは、YouTube も仕事だと考えたら、1日マジで15時間とか働いてる日ありますからね。まあ、YouTube はね、時給換算したら本当に300円とか、200円とかなっちゃうと思うんですけど、まあ、本当に楽しんでやってるんですよね。これ楽しくなかったら絶対やってないですから。YouTube は、本当楽しいですね。皆さんやるべきだと思いますよ。だって別にこけたらこけたでやめちゃえばいいわけじゃないですか。で、これで顔出ししてるとは言いませんよ。面白いですよ、ほんと YouTube。もうスマホ一つでできますからね。ま、私はスマホからパソコンに取り入れて編集とかしてるんで、私がやってることを全部スマホ一つでできるかっていうとできないですけど、簡単な編集とかだったらスマホのアプリでもできるらしいですから、で、そこからスマホから投稿もできますから、うん。まあ、厳密に言うとですよ。Wi-Fi の環境があった方がいいとか、そういう通信のその、他のアイテムがいりますけど、まあ、基本ね、動画を撮るっていうのはスマホ一つでできるんでね。おすすめですね。だから私の視聴者さんでもね、結構ね、動画投稿始めたっていう人もちょこちょこ出てきてるんで、ぜひ皆さん、やったら面白いと思いますよ。うん。最初はね、やっぱりね、再生数とか全然いかないと思うんですけど、稀に一発目でドーン行く人もいるみたいですけど、まあ、継続してやるのが一番いいと思いますね。そう、継続してって言ってる私はね、先週全然更新できてなかったんで、今週は頑張ろうかなと思います。はい。いくつか撮りたいのあるんでね。これでまた5日6日空いたら叩いてください。当面の目標は資産150万突破ですかね。これをもう1年以内に達成したいですけどね。増え方を見ると1年あったら、あ、1年で50万ぐらいは増えてるんですね、資産。まあ、無理ではないかもしれないです。頑張ります。ただし来年車検があります。そこで7、8万ドンと減るんで、下手したら10万円ぐらい減っちゃうんでね。それちょっと痛いんですけど、はい。宝くじ買うのやめるだけでね、年間20万ぐらいは、プラスになるんですけどね。ありがとうございました。